こんにちは、今日は先日購入品紹介をしたこのクラフトジュート、このクラフトジュートですね、先日紹介してますけれども、このジュートの単色、この2番と、そしてこれに合わせてじゃない、こっちが先に目がいった、このミルフィムソックヤンですね。この11番ですね。もうご紹介は前の動画でしてると思うんですけれども、これとこれを使って、なんとなくこう、合うかなとか思うんですけど、まだ編んでないのでわからないですけれども、これを1本取り、これを2本取りで、で、8号針で、楕円形の底のバッグを編んでいこうと思います。で、一応このジュートで、変形してるけど、楕円を編みました。この楕円の編み方はバッグを編むときに簡単にですけれども説明している動画がありますので、そのリンクを貼っておきますので見ていただけたら嬉しいです。で、今ですね、これ8号針で編んできました。そしてですね、今ですね、これ14目スタートで、ここ14目鎖編みをして、そして8段編んできたんですよ。だから多分72目になっているはずなんですけれども、まあ確認のためにここから立ち上げていきます。ここから立ち上げていくので、まず1段目は細編みを増減なしでしていきます。鎖編みを1回してから、もう同じところに細編み、そしてマーカーをつけておいて、ずっとね、これを細編みを、マーカー大きいのやったら外れるけん、こっちにします、ちっちゃいの。これで、ずっとね、細編みをしていきます。一段ね、増減なしで、一目に一つずつ、細編みを一周していきます。はい、細編みで一周してきました。72目ありましたので、最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね。ここに引き抜いたら、ここからちょっとしたね、模様編みをしていって、ミルフィムに変えていこうと思うんですけれども、今これ50目目ぐらいで、これが1玉なくなりました。このクラフトジュート、8号針で楕円形を14目スタートで8段編んで、9段目というか立ち上げの 1段目ですけれども、50目目ぐらいでね、1玉がなくなりましたので、今2玉使ってます。2玉目をですね。で、これ結局この間は4玉買いましたとか言ってましたけれども、5玉買ってたので、これでね、足りるように何か編めたらいいなと思うんですけれども、とりあえず、下の方はこのジュートで、クラフトジュートで、そして真ん中の方がミルフィムで、また上の方、少し持ち手の部分はこのクラフトジュートを使っていきたいんですけれども、まずですね、ここから鎖編みを1回2回してから、同じところに長編みを1回します。そしてマーカーをつけますね。長編みのこれ1本目ですね。そして2本目、そしたら、今2回、1目目、2目目、長編みをしたので、3目目は、長編みを、ここですね、1個目、1本目のところ、入れたところ、ここ。1本目が入ってます。2本目が入ってます。この1本目が入っているところに戻って、ここに戻ってですね。未完成の中長編みを1回、もう1回、あと1回、未完成の中長編みを2回戻って入れます。そしてこの3本を引き抜く。そしたら、この今入っているところ、この最後に入っているところから1目飛ばして、次の目にまた長編み。1、次の目にも長編み。そしたら3目目はこの1目目、1本目が入っているこの目、ここですね。ここに戻って未完成の長編みを2回入れます。
回、未完成の長編みを2回、そしてこの3本を一緒に引き抜きます。そしたら今ここ最後ここですね、入っているこの目の次の目は飛ばして、次の目にまた長編みを1回、次の目にも長編みを1回、3本目の長編みは1本目に入れたところに戻って、未完成の長編みを2回入れます。1回、2回、そしてこの3本3目を引き抜きます。そしたらまたこの最後に入っている次の目を飛ばして、次の目に、見えますかね、ここ最後入っているの分かるので、次の目は飛ばして、次の目にまた長編みを1回、2回入れます。1、2、1目ずつ入れたら、また1本目に戻って、ここですね、ここに戻って、未完成の中、あ、ごめんなさい、もう未完成の長編みを1回、2回入れます。そして3、この3目を一緒に引き抜きます。そしたらまたここ最後入っているので、次の目を飛ばして、次の目にまた長編みを1回、次の目にも長編みを2本目、そして3本目は1目目のこの入っているところに戻って、未完成の長編みを1回、2回入れます。そしてこの3目を引き抜きます。こんな感じでね、ずっとやっていきたいと思います。1周ですね。これは、立ち上げてから2段目になります。1段目は細編みをしたので、これが立ち上げから2段目です。これを1周していきます。はい、立ち上げの2段目の最後ですね、最後1目、ここに入っているので1目飛ばして、次の目にまた長編みを1回、次の目にも長編みを1回、そして3本目は1本目に戻って、ここに戻って、未完成の長編みを1回、2回してからこの3目を一緒に引き抜きます。そしたらまた1目飛ばして、ここですね、最初の長編みの頭に引き抜きます。これで1段目が立ち上げ、細編みで立ち上げたので、これ2段目ですね。2段目が終わりました。3段目は鎖編み1、2して往復編みをしていきます。くるっと回して1、2して同じところに長編み、こう見てですね、同じところに、ここですね、ここに長編み、長編み、そしてまたマーカーをつけておきます。長編みの頭に、ここにマーカーをつけておきますね。ちょっとここですね。そしたらこれが今入れたところなので、ちょっとマーカーつけておきますね。1本目を入れたところで、2本目はこう見てこの鎖編みをすくいますね。こうすくっていきます。なので2本目もここに入れます。1本長編みを入れます。たら3本目はこの1本目のところに、最初の1本目が入ったところに戻って、やりにくいけどこのままいきますね、つけたままここに戻って、未完成の中長編みを2回、ごめんなさい、未完成の中長編みじゃない未完成の長編み、未完成の長編みを2回入れます。でこの3目を引き抜きます。そしたら今ここに入ってるので、ここに入ってるので1目飛ばして、次の目ですね、次の目、こう見て今ここに入ってますので、
ここに入ってますので、この目は飛ばして、この目は一目飛ばして、次の目、ここですね。こういうふうに拾っていきますね。この鎖編みを拾っていきます。ここ。なので、こう見て、今ここに入ってますので、この目は飛ばして、この目は飛ばして、ここから。ここから、この鎖編み、ここを拾って、長編み。そしてまた次の目にも、こう見てですね、こう見て、この鎖を拾います。長編み。そして、一番最初、一本目の入れたここに戻って、また未完成の長編みを一回、二回、そしてこの三目を引き抜きます。たらここに入っているので、ここに入っているので、この目は飛ばして、この目に、この鎖編みを拾って、長編み。次もこの鎖を拾って、長編み。そしたら、3本目は1本目に入れたここに戻って、長編み、未完成の長編みを1回、2回して3目を引き抜きます。こんな感じですね。そしたらまた一目飛ばして次の目に、こうですね。ちょっと拾い方があれだけど、ここに入っているので、この目は飛ばして、この一目は飛ば、ここに入ってたら、この一目は飛ばして、次のこの、ここから拾っていきます。なので、一本、次の目に、次の目に二本、ここですね。二本。三本目は、だんだん、ごめんなさい。だんだん顔がね、カメラに近づいていっているので、またふがふが聞こえるかもしれないけども、申し訳ありません。タコのね、一本目に戻って、未完成の長編みを一回、二回、そしてこの三目を引き抜く。これの繰り返しですね。たら、ここに入っているので、次の目を飛ばして、次の目。こういう感じで拾いますね。ここ。この鎖をずっと拾っていきます。もう一回だけしますね。一回。ここですね。二回。で、三本目は、一本目のところに戻って、未完成の長編みを1回、あ、ごめんなさい、2回、そしてこの3目を引き抜く。これを繰り返していきます。こう編みやすいようにこうね、裏返しにしてもいいと思うので、これを3段目ですね、これを繰り返します。はい、立ち上がり3段目ですね、細編みを1段とか入れて、そしてこれ、模様編みは今2段ですけれども、これ全部で3段目ですね。3段目の最後まで来ました。1目飛ばして、次の目に長編み。そして、次の目にも長編み。ここですね。こう見たときに、こっち側ですね。こっち側の鎖、ここ。ここを拾うので、ここですね。ここを拾って、長編み。3本目は、一本目に戻って、未完成の中長編み、じゃない未完成の長編みを一回、二回、そして三目一緒に引き抜く。そして、一目飛ばして、最初の、一目飛ばして、ここですね。一目飛ばして、最初の、長編みの頭に、
き抜きます。ここですね、ここに引き抜きます。これは関係ないです、最初につけてたので。なのであと1段ジュットがこのくらい残ってるんですよね、2玉目が。なのであと1段だけこのジュットで編んでいこうかな、往復編みで。なのでまた同じですね、鎖編み1回2回してぐるっと回して編みやすいようにね、こうぐるっとこうしておきます。そして同じところにまず長編み、同じところに長編み、これ繰り返しですね、さっきのと同じ編み方です。往復編みで同じように編んでいきます。1本、そしてこの2本ですね、2本入れたら1本目に戻って未完成の長編みを1回、2回、そして3目一緒に引き抜く。そして1目飛ばして次の目にまた長編みって感じで、これをあと1段だけこの編み方でしていきます。そして次はミルフィームに変えて編んでいこうかなと思います。なのでここまでしますね。未完成の長編みを2回入れて3目一緒に引き抜く。これをあと1段ぐるっと1周編んでいきます。はい、4段目最後まで来ましたので、最初の長編みの頭に引き抜くところで糸を変えます。ミルフィム最初2本取りって私言ってたんですけれども、3本取りにしようかなと思います。どうしよう、3本取り中途半端なので2本取りと何か細い糸でしようかなと思ったんですけれども、ルミナスもブロンズカラーがないし、ベージュのキラキラしたあのレースヤンももうほぼないので、なんか中途半端になってしまいそうなので、3本取りでね、こんな感じで3本でやっていこうかなと思います。また変なことしようと思われるかもしれませんけれども、これでなんかね、2本だったら細いような気がするんですよね、このジュートと合わせたら。だからどうかなと思うんですけれども、まあとりあえず3本でね、やっていってみようかなと思います。で、ギュッとして、ここをね、結びますね。ここを結んでおいてから、一回ちょっとギュッと結んでおいて、ギュッとね、結んでおいてから、まず5段目は、ミルフィム3本取りで細編みをしていきます。細編みをするときに糸端をね、ずっと編みくるんでいこうかなと思います。この糸端ですね。この糸端は編みくるんでいきます。なので、ここから鎖編みを1回して、同じところに編みくるみながら、細編みをずっとしていきます。1段目はですね。2本取りでも良かったかもしれませんけれども、こっちの方がなんかこうしっかりするので、で、1目に1つずつ編みくるみながら、細編みを5段目はしていきます。どんなになるんやろう？めちゃくちゃなんか不安なんですよね、最初。めっちゃ不安やけど、でもね、作ってみて、完成したらね、まあちょっとテンションが下がってしまうこともありますけれども、でも、まあね、やってみる、やることに意義があるというか、せっかく買ったので、これとこれをね、合わせようと思って買ったので、もうこれでね、ちょっとやってみようかなと思ってしています。なので、編みくるみながら、一目に一つずつ、5段目は、ミルフィム3本取りで細編みをしていきます。はい、5段目最後まで来ましたので、細編みですね。細編み、ミルフィムで細編み最後まで来ましたので、最初の細編みの頭に引き抜きます。そしたら6段目ですけれども、頭と足を取ってする変わり細編みのやり方で1段していきます。鎖編み1回して根元に細編み。そしたら最初の頭にマーカーをつけて、次は
頭ではなくて足を拾って長めに引き出して細編み、次は頭を拾って細編み、次は頭ではなくて足を拾って長めに引き出して細編み、次は頭、次は頭ではなくて足、これを交互にですね、ずっと長めに引き出して細編み、頭、そして頭ではなくて足を拾った時は長めに引き出して細編み、変わり細編みのやり方で1段編んでいきます。はい、72目編んできました。最後は長い細編みで終わりましたので、最初の細編みの頭に72目編んできたので引き抜きます。で、これが6段目ですね。で、7段目は鎖編みを1回します。そしてこの根元に一度入れてから、そしてこの次のこの長い細編みのこのここをね、長い細編みのこの V というか、これを全部こうすくって引き出してきます。そしてこの3本を一緒に引き抜いて、そして今ですね、ここ一目目になるので一目目にマーカーをつけます。たら鎖編みを1回します。たら次またこの細編みの頭に一度入れて、そして長い細編みのこの V、 これを全部すくってあげて、表引き上げ編みのように引き出していきます。そしてこの3本を一緒に引き抜きます。そして鎖を1回。たらまた次の細編みの頭にかぎ針を入れて引き出す。長い細編みのこの長い V を、これを全部すくってあげて、引き抜いて、この3目を一緒に引き抜く。そして鎖を1回。そしてまたこの細編みの頭にかぎ針を入れて、引き抜いて、次はこの長い細編みのこの V ですね。これ。これを全部すくってあげて引き抜きます。そしてこの3目を全部引き抜く。で、鎖編みを1回。で、またこの頭にかぎ針を入れて引き出して、次はこの長い細編みのこの長い V をですね、V ってなってるこれ。これを全部すくってあげて引き出します。そして3目一緒に引き抜く。で、鎖を1回。たらまたこの頭。細編みの頭にかぎ針を入れて引き出して、長い細編みのこの V ですね。ここ。これを全部すくってあげて引き出します。そして 3目引き抜く。鎖を1回頭に入れて引き出して、今度は長い細編みのこの部分を全部すくってあげて、糸を引き出してあげて、3目一緒に引き抜く。で、鎖を1回。これを繰り返していきます。これは7段目ですね。これを繰り返します。引き抜いたら8段目はですね、よいしょ、また変わり細編みをしていきますので、一番最初に頭から、この変わり細編みの一番初めのしたときは、頭を拾ったので、次は足を拾います。鎖編み1回してから、ここですね。ここではなくて、ここ、下。ここを拾います。ここを拾って、長めに引き出して、細編み。そして、マーカーをつけます。次は、ここですね。頭。拾って、細編み。次は、ここではなくて、この下の方ですね。これギューってこう、ギューってこうまとまってるところがあるんですよね。ここね。ここ。ここですね。ここ。この下の部分を拾います。頭ではなくてこの下。この下を拾って長めに引き出して細編み。で、次はここですね。頭。細編み。次はここではなくてこのまとまってるところ。ギュッギュッギュッってまとまっているこの部分ですね。ここを拾います。ここ。頭ではなくて、この下ですね。
ここではなくてこの下。下と思ってもらったらいいですね。頭ではなくてこの下の部分を拾って、長い細編み。次は短い細編み。次はここじゃなくて下を拾って、長い細編み。次は短い細編み。これの繰り返しですね。ここではなくて下を拾って長い細編み。次は短い細編み。この目を拾って短い細編みをします。こうですね。これをずっと繰り返していきます。こんな感じでね。今8段目。8段目は長い細編みから繰り返します。6段目が短い細編みから短い細編みからしてきて、模様編みというかちょっと違う細編みをしたので、8段目は長い細編み。で、ずっと一周していきます。はい、最後の方まで来ました。ちっちゃい細編みをしたら、今度は、ここじゃなくて、この下ですね。ここではなくて、この下。下を拾って、ここですね。ここを、これを拾ってというか、ここにかぎ針を入れて、長めに引き出して、長い細編み。ここがね、少し3目一度にこう引き抜いたところなので、ここギュってなってるのでしにくいですけれども、ここにまたちっちゃい細編みを入れます。ここがちょっとね、ギュってなってるので硬いですけれども、で、ここが鎖編みをしているところなので、ここではなくてこの下ですね。ここ。ここを拾います。この鎖編みをしているところではなくて、この下ですね。さっきなんかこう言い方ちょっと分かりにくかったかなと思ったんですけれども、ごめんなさい。これ長編み。長編みじゃない、ごめんなさい。長めの細編み。そしてここね、最後、この目は上のちっちゃな細編みをします。ここを。この目を拾って小さな細編みをします。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。こんな感じですね。これで、8段目が終わりました。8段目は長い細編みから、長い細編みからやっています。9段目ですけれども、9段目もさっきと同じような、7段目と同じような編み方をしていくので、鎖編み1回してから、まず、ここ、最初が長いので、この、長いこの、細編みの、この V のところを全部すくいます。そして一度引き出します。そしたら次は小さい細編みがありますので、ここにかぎ針を入れて、頭にですね、かぎ針を入れて、またこの3本を一緒に引き抜きます。そしてこれが1目目。そしたらまた鎖編みを1回。そしたら次は長い細編みになりますので、前のと反対ですね。前は小さい細編みからだったので、そこだけが違うんですけれども、ここ長い細編みが先にあるので、この長いこの V、これを全部すくってあげて、一度引き出します。そして小さな細編みの頭をすく、これを、頭を拾ってあげて、もう一度引き出します。そして3目一緒に引き抜きます。そして鎖編み1回。そしたらまたこの長い細編み、ちょっと見えにくいですかね。画面上見えにくいかもしれませんけれども、この長い細編みのこの V のところ、これを表引き上げ編みみたいな感じですけれども、これを全部、そうかな、そうですよね。これを全部すくってあげて、全部すくってあげて、長いところをね、すくってあげて、一度引き出します。そしたら、ここ小さな細編み。ちょっと糸で見えにくいですけど、ここ小さい細編み、頭がありますので、ここにまた、かぎ針を入れて、糸を引き出します。そしてこの3目、一度、一緒に引き抜きます。で、鎖編みを1回。さっきと逆になってるだけなんですけれども、たら次は長い細編みなので、この全部すくってあげて、一度引き出します。たら次、小さい細編みがあるので、ごめんなさい。小さい細編みがあるので、この頭にかぎ針を入れて一度引き出します。で、この3目を一緒に引き抜きます。
そして鎖を1回、もう1回だけで、ここね、長い細編みがありますので、長い細編みのこの全部すくってあげて、一度引き出します。そしたら小さい細編みの頭、ここですね。見えにくいかな。小さい細編みがここあるので、頭を拾ってあげて、もう一度引き出します。で、3目一度に引き抜いてから、鎖を1回。これをまた繰り返します。これが9段目ですね。9段目、これを繰り返していきます。はい、9段目最後ですね。最後はこの長い細編みのこれを全部すくってあげて、一度引き出します。そしたら次は横に、ギュッと引っ張ったら横に小さな細編みがありますので、この小さな細編みの頭に入れてもう一度引き出します。で、この3目を一緒に引き抜きます。そして鎖を1回。そして最初の細編みに引き抜きます。ここですね。ここに引き抜きます。そして9段目が終わりましたので、今度は10段目になるんですけれども、10段目はまた変わり細編みの編み方で、8段目が長い細編みからしてきたので、今度はまた反対で短い細編みからしていきます。6段目が短い細編みでして、8段目が長い細編みでしたので、10段目はまた短い細編みからしていきます。鎖編み1回して、根元に細編み。そしてマーカーをつけておきますね。そしたら次は、ここではなくて、この頭ではなくて、頭というかこのね、この上の目ではなくて、この下の目、ここ。ここではなくてすぐ下ですね。これではなくて下。もうこう見たらわかると思うんですけれども、この下の目、ここをすくってあげて、拾ってあげて、長い細編み。そしたら、ここちょっとしにくいですけれども、ここは頭というか上を拾って、小さな細編みですね。小さい細編み。次は大きな細編み。ここではなくて、ここですね。ここをすくってあげて、長い細編み。そしたら、次は短い細編み。次は、ここではなくて、下をすくってあげて、長い細編み。で、次は、小さな細編み。これをずっと繰り返します。小さい細編み。で、ここではなくて、下をすくってあげて。この目ではなくて、この下ですね。ここではなくて、ここではなくて、この下。じゃなくてここをすくってあげて長い細編み、長い細編み、次は短い細編み、これを繰り返していきます。ここじゃなくて下をすくって長い細編み、これをずっとね繰り返していきます。短い細編み、ね、こんな感じで繰り返していきたいと思います。はい、10段目最後ですね。ここ、小さな細編み。そして、ここですね。ここじゃなくて、下の。下を拾って、長い細編み。そして、最初の細編みの頭に引き抜きます。これの繰り返しになるんですけれども、もうここからは本当に繰り返しです。今、10段目。10段目が、短い細編みから始まったので、今から11段目を編んでからは、次は長い細編みから始まるっていう感じでしていきたいと思います。なので、もうここからはね、また同じで、鎖編み1回で立ち上げます。そしたら、ごめんなさい。短い細編みから始まってるので、根元にまず、根元にですね、わからんくなってきた。ここですね。ここに引き抜きます。そしたら鎖編みを1回して、同じとこですね。ここですね。ごめんなさい。ここにまず
かぎ針を入れて一度引き出します。そしたら次は長い細編みのこれを全部すくってあげて、もう一度これを全部すくって引き抜きます。そしてこの3目を一度に引き抜きます。そして鎖編みを1回。なのでここが1目目ですね。ここが1目目。そしたらまたこの頭ですね。この頭に一度入れて、そしてこの長い細編みのこの全部をすくってあげて、引き出して3目一度、3目一度というか3目一緒に引き抜きます。そして鎖を1回。そしたらまたギュッて引っ張ったら細編みがここにある。小さな細編みがありますので、落とさないようにここをすくって一度引き出します。そして長い細編みのこの部分を全部すくってあげて、一度引き出して3本になったらこの3目を一緒に引き抜きます。で、鎖1回。これをずっとね、また交互にしていきたいと思います。はい、11段目最後まで来ましたので、短い細編みのところを拾って、引き出してあげて、最後この長い細編みのここを全部すくってあげて引き出します。そしてこの3目を一緒に引き抜きます。そして鎖編み1回。そして最初の頭ですね、この細編みの頭に引き抜きます。そしたらですね、ちょっとねこれをずっとしていこうと思ったんですけれども、なんかねこれをずっとしていったらしっかりしたバッグにはなる。ごめんなさい。横でレンが寝てるのを飛び起きました。びっくりして。しっかりしたバッグになるかなとは思うんですけれども、なんかあまりにもここだけが硬いんですよね。ここだけが。もうしっかりしすぎてるんですよね。だから、ここから少しね、シェル編みを入れて、そしてまたこの編み方を少ししていこうかなと思うんですよね。なので、ここから、今11段目が終わったので、12段目からは、コロコロ変わって申し訳ないですけれども、もう、試作をしてないので、まず行きますね。12段目からは、まず鎖編みを1、2、3回しますね。そして3目目にマーカーをつけて、もう一度鎖編みをします。なので、鎖編みを4目します。そして、同じところに、長編みを3回入れます。1回、2回、3回入れます。そしたら、次の目から1、2、3飛ばして、次の目から1、2、3飛ばして4目目に、ごめんなさい、細編み、細編み。そしたらまた次の目から1、2、3。ここ見にくいですからこうやって見た方がいいですね。ここに入っているので次の目から1、2、3飛ばして4目目。ここに長編みを3回。1、2、3回。そして鎖編みを1回。同じところに長編みを1回、2回、3回入れます。そしたらこう見て、今ここに入ってますので、ここに入ってますので、ここに入ってますので、こう見たら、この次の目から1、2、3飛ばします。見えますかね？ここに入ってるから、次の目から1、2、3飛ばして4目目、ここに細編み。普通にね、こう横から見てもいいんですけど、ちょっと見にくいので、こうやってしてますけれども。そしたらまた次の目から、まあ、ここからでも見えるんですけどね、1、2。これが少し見にくいかなと思ってこうしたんですけれども、1、2、3飛ばして4目目にまた、ここですね。ここに
同じです。長編みを3回と、ごめんなさい、揺らしちゃった。長編みを3回と、鎖編みを1回と、長編みを同じところに3回入れます。同じところに長編みを3回ですね。そしたらまた同じ、これ繰り返しです。1,2,3 飛ばして細編み、また1,2,3飛ばしてこの長編み3回、鎖編み1回、長編み3回、これを最後までしていきます。はい、12段目最後の方まで来ましたので、次の目から1,2,3飛ばして4目目に細編みをして、そしてまた次の目から1,2,3飛ばしたら、最初のこの目になりますので、最初は鎖編み4目で立ち上げたじゃないですか。で、その鎖編み3目が長編み1本と数えますので、ここに1本しか入ってないので、同じ最初の同じところにですね、長編みを2本また入れます。1本2本、入れにくいですけれども2本長編みを入れます。そしたら鎖編み3目目にマーカーをつけてましたので、この鎖編み3目目に引き抜きます。これで12段目が終わります。12段目ですね。12段目が終わったら、今3目目に引き抜いてもう一つ鎖編みをしてますので、ここ4目目ですね。鎖編み4目目、この鎖編み4目のこの鎖編みのこの真ん中のところから始めたいので、もう一度この鎖編みの束を拾って引き抜きます。そしてここから13段目をやっていきたいと思います。鎖編み1回、そして束を拾って細編み、そしてマーカーをつけておきますね。最初の頭にマーカーをつけます。そしたら鎖編みをまず1回します。そして前段の扇と扇の間の細編みの頭に長編みを1回します。長編み、そしてまた鎖編みを1回、同じところにもう一度長編みをします。そしたらまた鎖編みを1回してから、この扇のトッペン、ここですね、トッペンというか、なんて言ったらいいんやろトップ、鎖編み1目したところ、ここに細編み、そしたらまた鎖を1回してから、前段の扇と扇の間の細編みの頭、ここに長編み、鎖編み1回、同じところにもう一度長編み、そしてまた鎖編みを絶対1回してから、扇のこの鎖編み1目のところですね、真ん中、ここに細編み、そしてまた鎖を1回してから、前段の扇と扇の間の細編みの頭に長編み、鎖編み、同じところにもう一度長編み、これを繰り返します。13段目ですね。13段目はこれを繰り返していきます。はい、13段目最後の方まで来ました。扇のトッペンというか真ん中、鎖編み1目のところに細編みをしたので、鎖編みを1回して、この扇と扇の間の前段の細編みの頭に長編み、鎖編み、同じところにもう一度長編み、そして鎖編みを1回、そして最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね、ここに引き抜きます。これで13段目が終わりました。で、14段目はここからまた扇を作っていきます。鎖編み1回してから、同じところに細編み、そしてまた細編みの頭にマーカー、そしたら次はここですね、長編み、鎖編み、長編みしたところがあるので、その鎖編みのところに長編み3目と鎖編み1目、長編み3目を入れます。まず長編みを1,2,3、そして鎖を1回、
同じところに長編みを1、2、3、3入れたら、次はこの細編みですね。細編みをしたところ、扇の前々段の扇の鎖編み1目のところに細編みをしたところ、その前段のだから細編みの頭ですね。ここにまた細編み。そしたらまたここ長編み、鎖編み、長編みのところが出てきますので、この長編みと長編みの間の鎖編みのところにまた同じようにしていきます。もう繰り返しなのでここまでしますけれども、長編みを3回と鎖編みを1回、そしてまた長編みを3回同じところに入れます。こんな感じですね。ちょっと長くなるかな。飛ばせばいいんですけどね。ごめんなさい。ちょっとやっぱり少し私が説明がちょっとあまり上手ではないので少しした方がいいかなと思っていつも長くなるんですけど。だから今度はまたこの細編みの頭に細編みですね。これを14段目繰り返していきます。はい、14段目最後まで来ました。連がふんふん言ってますけれども、今細編みをしたので、この長編みと鎖編み、長編みの間にもう一度というか、扇を作ります。1、2、3、そして鎖を1回。同じところに長編みを1、2、3しますね。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。たらここからまた同じような編み方ですけれども、繰り返しになりますけれども、これで14段目が終わります。で15段目は、長編み、鎖編み、長編みをしていきたいので、まず、1、2、3、4で立ち上げて、そして、この3目目にマーカーつけて、これを長編み1本、鎖編み、そして鎖編み1回という感じで、でも同じところにまた長編みを1回します。そしたらもう同じですね、この扇のところに、ごめんなさい、間違えた。鎖編みを1回してから、この扇の頭というか、鎖編みを一つしたところに細編み。で、鎖編み。で、細編みのところにまた長編み、鎖編み、長編み。13段目と同じですね。編み方をしていきます。なので、もう長くなるので飛ばしますね。で、鎖を一回してから、また扇のこの真ん中の鎖編み一目のところに細編み。これを繰り返します。はい、15段目最後まで来たので、鎖編みを一回してから、最初の鎖編み3目目に引き抜きます。鎖編み3目目に引き抜きます。で、あと1段だけ、この扇のね、編み方をしていきたいんですけれども、引き抜いたら、この鎖編み1目のところまでもう一度引き抜いていきます。そしてここから鎖編み1、2、3、4で立ち上げて、1、2、3目目にマーカーつけますね。で、鎖編み1回したことになりますので、この中にまた長編みを3回入れます。1、2、3回。そしたら、この細編みの頭に、前段の細編みの頭に細編み。そしてまたここですね。長編み、鎖編み、長編みの中に扇を作っていきます。たら次はまたここの細編みの頭に細編み。これをずっと一周繰り返します。はい、16段目最後まで来ましたので、扇を作って細編みの頭、前段の細編みの頭に細編みをしてから、最初の同じところですね、ここ鎖編み4目で立ち上げた同じところに、あと2回長編みを入れます。1回、2回、2回長編みを入れます。
そして鎖編み3目めに引き抜きます。鎖編み3目めに引き抜きます。これで16段目が終わりました。もう17段目はもう細編みをまたずっとねしていきたいと思うんですけれども、なんかね可愛い形なんですよね。なんかこうこんな感じの可愛い形になったなんか自分でね言っちゃおしめだよみたいな感じですけれども自分だけのね自分だけの気持ちですそしたら今からね細編みを1段していきます。まず鎖編み1回します。で3目めに引き抜いたのでここに細編み、同じところに細編みをして17段目は細編みをずっとしていきます。そしたらここね今3目めに引き抜いて細編みをしたのでここ鎖編みが1個ありますので忘れないようにここにも細編み、そして長編みの頭ね3本あるので3本拾って長編みじゃない細編み、そしたら細編みをしてますのでここ細編みのところにも、とりあえず目を拾ってですね鎖編み1目のところだけ忘れないように細編みをしていきます。ここだけしますね。と1ん?ちょっと待って1,2,3 でしょ ?3 でしょ?で、鎖1,2,3そして、細編みのところね。細編みのところ。自分が忘れてました。で、長編みの1本目、2本目、3本目。そして、鎖編みをした、ここ鎖編み1本目、1つあるので、ここにも束を拾って細編み。そして、またここに3本長編みがあるので、長編みの頭を拾って細編み。そして忘れないように細編みの頭を拾って細編み、これをずっと一周していきます。はい、70、71、長編み2つしましたので71、そして72ですね。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。これで17段目が終わりました。はい、今こういう形になっています。こんな感じですね。なので、今17段目、細編みをずっとしてきたので、今度はこの、またここですね。変わり細編みの、まず最初は短い細編みからしていって、ここの繰り返しをしたいと思います。なので、もう飛ばしますね。今細編みをしたので、最初は18段目は、短い細編みから。もうここ飛ばします。とりあえず、ここだけしますね。鎖編み1回して、同じところに、細編み。そしてマーカーをつけます。次は、頭じゃなくて、足を、下の方を拾ってですね、ここを拾って、長い細編み。次は、短い細編み。これをですね、繰り返します。これ18段目になりますので、18段目ぐるーっとね、この短い細編みから、変わり細編みのようなね、変わり細編みのようなというか、変わり細編みを、短い細編み、長い細編みを繰り返してきたら、また、ここですね。ここで編んだ、同じように編んで、次は、18段目がそうだから、20段目は今度は長い細編みから。っていう感じで編んでいきたいと思います。同じなので、ここと同じ編み方ですので、ここはね、飛ばします。なので、何段編んだかね、今細編みをして17段終わってますので、ここから何段編んだかっていうのはまた後で。多分、18、19、20ぐらいまでかな、20ぐらいまで編もうかなとか思うんですけれども、今短い細編みで18段目でしょ?そして、模様編みをして19、そして20段目長い細編みから始めて、それで終わろうかなとか思うんですけど、
もしかしたら21段まで編むかもしれないです。ちょっとね、様子を見ながらね、10ともまだ残ってるので、そんなに大きなバッグにはしたくないので、ミルフィルム、あるのはあるんですけれども、ミルフィルムでこうあんまり、どうかな、ちょっとまだわかんないですね。なので、今からちょっと編んで、また皆さんに、様子を見てね、いい高さになったら、何段編みましたっていうのはご報告したいと思います。こことね、同じ編み方をしていきます。いや、かわいいですね。なので、今から編んでいきたいと思います。はい、ですね、ごめんなさい。18段目編んできたんで、ちょっと、ここで、さっき、わちゃわちゃ言いましたけれども、18段目編んできたので、もう、最初の細編みの頭に、ごめんなさい、引き抜きますね。引き抜いて、ここと同じ編み方ですって言いましたけれども、またここをですね、なんか説明するのも長くなるし、ここと同じって言っても、ここからまた違うね、編み方にしてるので、またなんか思い出すのも大変じゃないですか。で、自分だったらそう思うんですよ。後でよく考えたら。変わり細編みだけならあれですけど、途中でこう、ちょっとね、模様編みを入れたので、ここからまた同じですとか言われても、なんか私だったら覚えてないかなとか、自分の立場でちょっと考えてみて、またね、最初から見るのとかもめんどくさいし、もし編んでくださる方がいらしたらですね。なので、もうここからは変わり細編みだけでいきたいと思います。それでも十分可愛いと思うので、18段目今、短い細編みからずっと編んできて、今、引き抜きましたので、もうここから鎖編み1回して、もう普通に変わり細編みでします。だから前段で短いから次は長い。長い細編み。こんな感じでね。長い細編み。ガチャガチャね。さっきからちょっとうるさいですけれども、よく考えたら、どうかなと思って、自分だったら覚えてないかもしれない。皆さんね、編んでくれる方がいるかどうかちょっとわかんないですけど、どうかなと思って、もうここは変わり細編みだけで。簡単にね、しようかなと思って、思いました。なので、ここからはね、変わり細編みで、前段が小さかったら、次は長い。その細編みを何段かしていきます。だから今19段目なので、18段目から変わり細編み始めたので、そこから何段編みましたっていうのはね、後でご説明したいと思います。そっちの方がね、早いかなと思って。ここで少しこう模様編み入れたので、上は、ここもシェル編み入れたので、上はですね、変わり細編みだけで何段か編んで、ジュートで少しこうクロス模様を入れたいので、そしたらもうそれで十分可愛いかなと思って。なので、今から変わり細編みを何段か編んでいきたいと思います。そして何段編みましたっていうのはね、また後でご報告したいと思います。そっちの方が簡単でしょ？私も簡単なので、自分がそうだったらですよ。もし編んでくださる方がいたらの話ですけれども、自分がその編みたいものがあって、あれだったら、ね、上の方は下と同じですとか言われても忘れてるかもしれないので、変わり細編みだけで上は編んでいきたいと思います。なので、何段編んだかは後でご説明したいと思います。はい、21段まで変わり細編みをしてきました。なので、18段目から変わり細編みをしている。段目は普通に細編みをしたじゃないですか。で、18段目から小さい細編み、大きい細編みの編み方でしてきたので、18、19、20、21、4段小さい細編み、大きい細編みを繰り返してきました。で、ここからですね、ジュートに変えて、巾着バッグを編んでいこうと思うんですけれども、ここで引き抜くところでもうこのミルフィルムは切ってしまいます。切って、あとでどのくらい、もうこれ3玉あれば使えるかなっていう感じですけれども、ここからジュートにまた変えていきたいと思います。このジュートに変えて引き抜きます。そして後ろをね、少し結んでおきますね。で、中長編みのクロス編みをしていきたいんですけれども、引っ張って、ここですね、少し。すいません。レンもびっくりするんですけれども、と結んで、かぎ針を戻して、で、ぎゅっとね、結びますね。後ろね。ぎゅっと結びます。
はい、そしてここから中長編みのクロス編みをしていきたいと思います。もう一本取りでまず鎖編み1回しますね。そして今この目なので次の目にどうしようかな、次一目飛ばして次の目に中長編み、そしたらここの最初の中長編みの頭にマーカーをつけます。で鎖編みを1回して最初の目に戻ってもう一度中長編みをします。中長編みをしたら鎖編みを1回してからこの1目めに戻ってまた中長編みをしますね。こんな感じですね。そしたらまた1つ2つ次の目から1、2飛ばして次の目に中長編み、ここ少し開けたいので、で鎖を1回で2つ飛ばした1目めに戻ってまた中長編みをします。こんな感じですね。で今ここに入っているのでまた次の目1、2飛ばして3目めに長編みだったらちょっと開きすぎるかなとか思って、で鎖を1回そして1、2戻って最初のねここ2つ飛ばした1、2 1目目に戻ってまた中長編み、そしたらここに紐が入るかなとか思ったんですけれども、とりあえずやっていきます。今入っているところから1、2飛ばして3目目に長編みでもよかったんですけれども、鎖編みを1回します。そしてまた1、2戻って最初の、ここね、1、2飛ばした1目目に戻って中長編み。これを22段目繰り返していきます。はい、22段目の最後まで来たので、最初の、ごめんなさい、ここ間違えて今やり直してるんですけれども、このね、最初の中長編みの頭に引き抜きます。そしたら足がしびれた23段目ですね。23段目も同じですね。まず鎖編み1回してから1目飛ばして次の目に中長編み、そして中長編みの頭にマーカーをつけます。そしたら鎖編みを1回して最初の目に戻って、ここですね。最初の目に戻って、中長編みをもう一回。前からですね。前から戻って、中長編みをもう一回します。ただ今ここに入っているので、次の目から1、2飛ばして3目目に、中長編み。そして鎖を1回。そしたら1、2飛ばした1目目に戻って、ここですね。ここに戻って、もう一度中長編み。これをずっと繰り返します。今23段目なので、これを何段したかは後からご報告したいと思います。この編み方を繰り返していきます。はい、クロス編みを3段編んできました。これで引き抜きました。ここからですね。ここから持ち手は、別につけるので、こうね、ここから巾着っぽくしたいので、こう、またこう、縁編みというか、何編みっていうのかな。なんとか編み。縁編みをしていきたいと思います。なので、ここで、鎖編みを1回しますね。今、24段まで編んできたので、25段目、これ最後ですね。これ、鎖編み1回して同じところに、細編み、そして細編みの頭にマーカーをつけます。そしたらまたこう見てですね、1、2飛ばして3目目に長編みを5回入れます。今度は1、2、3、4、そしたらまたこう見て
こを見てですね、1、2飛ばして3目めに細編み。これを繰り返します。横から見てもいいんですけれども、こうやってね、細編みしたら次の目。ちょっと見にくいかなとか思ってですね。なので、こうして引っ張ってですね、こっち側に向けたら、ここに入ってるので、この目とか見にくいので、1、2飛ばして3目めにまた、長編みを5回ですね。これを繰り返します。長編みを5回したら、2目飛ばして細編み。そしてまた、2目飛ばして長編みを5回。これをずっと繰り返して最後まで編んでいきたいと思います。ここは飛ばします。はい、25段目最後の方まで来ました。1、2飛ばして3目めに長編みを5回。1、2、3、4、5ですね。5回したら、また、5回したら、1、2飛ばして、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで25段目が終わって、本体を終わらせようと思います。ですね。これで、糸を切って糸始末をしたいんですけれども、ごめんなさい。本体は、まだ糸始末をしてませんけれども、こんな感じになってます。可愛いんですけど、こんな感じですね。で、ここ一番下の方でこうキュッと絞って、小さめのというかね、バッグにしたいんですけれども、持ち手はジュートで、このクラフトジュートが余ってますので、それで編みたいと思います。ちょっと糸始末をしてきます。糸始末をしてきました。そして今このね、楕円の底をきちんとね、半分にして、きれいにね、こんな感じで、ここから立ち上げてますので、こんな感じで、してですね、先にここの紐、ここの、通す紐を編みたいと思うんですけれども、もうジュートで編みたいと思います。ジュートの、このクラフトジュートで、この一番下のクロス編みのところからこう通してキュッとね結んで、ここにこう持ち手をつけるんですけれども、持ち手をどのくらいの位置にねつけたらいいかちょっとよくわからないので、この先にここに通す部分を作りたいと思いますので、もう8号針のままこういった感じでですね、いつも巾着作ってるのと同じですけれども、2本でこうキュッと絞りたいので、このくらいの長さに2本ね編んでいきたいと思いますので、それは鎖編みで、編んでいきます。鎖編みをもう1段というか鎖編みだけで編みたいと思いますので、それを何目編んだか、これに合わせてね鎖編みをしていきたいので、それは後で 何目編みましたっていうのをまたご報告しますね。どうしようかな、ちょっときっちり綺麗に編みたいので、針を6号針にやっぱり変えますね。6号針に変えて、この紐を編んでいきます。何目編んだかは後でお知らせします。はい。6号針で100、鎖編み100目してきました。2本作ってきました。これをですね、もうちょっと1本針に通してるんですけれども、これをまっすぐですね、こんな感じでしたときに、この端っこからですね、通していきたいと思います。これキュッとしたときにすごい可愛かったんですよね。だから、ここからかな。ここから通していきます。ここからずっとぐしぐし、一番下の部分を通していきたいと思います。で、こっちは、こうしたときに、大体ですけれども、ここら辺かな、ここら辺からね、またこう通していきたいと思います。はい、両方通してきました。こんな感じですね。それで、もうウッドビーズをつけようかなと思うんですけれども、ちょうど、もうこれでいいかな。これしかないので、ウッドビーズね。これを、ないですね。これしかないな。ボタンとかではなくて、これをつけようかなと思います。
これをこの端っこにですね、また、針で、どうなるかはちょっとわからないですけれども、またね、長い、長いかな、また。ごめんなさいね。長い動画だったら。多分長いと思います。私今日1日編んでますもん。めちゃくちゃ厄介みたいな。ね、疲れる。疲れた。昼ご飯を挟んで編んでますよ。これね、ここ通しますね。ここ通して、結びたいんですけれども、これをはい、ここですね、大きめに結びました。ちょっとかなり大きめに。そしてこれを隠していこうかなと思います。もうここはねあれですけれども、こんな感じで糸をね隠していって切っちゃおうかなと思うんですよね。ここはだから糸をこうくぐらせて隠していきますので、飛ばしたいと思います。なんかね、長くなっちゃって本当申し訳ないです。すいません。ここをきれいに隠していきますね。はい、こんな感じでぎゅっとこの円の中に隠してきて、そしたらもうここ取れないので、ここの、ここね、切っちゃいます。を切っちゃいます。そしてこっち側もね同じようにしていきたいと思います。はい、こんな感じでつけてきました。でキュッて絞ってね、可愛いんですけれども、可愛いんですけれども、持ち手をどうしようかなと思ってですね、ちょっと考えてるんですよね。巾着にしては大きすぎるので、でね、ここら辺がこうなんかプクプクなってるので、こう絞った時が可愛いので、こんな感じでね。で、そこも、そこ待ちもある。そこ待ちというかあるので、なんでこんなぷくぷくなったんやろとか思いながら。自分でもなど編みながら不思議だったんですけど。ね、こんな感じでね。まだ、べったんこなので何も入れてないからあれですけれども、持ち手をですね、これを使おうかと思ったんですけれども、やっぱこれ難しいですね。こないだ買ったやつ。これ、これですね。これ使おうかなと思ったんですけれども、こうしても、なんかこう開けたらベロンってこう何か入れにくいし、なんか、こうしても、やっぱり短いなとか思って。ここにこうつけても短いなとか思って、やっぱりもう、ジュートで編むか、それかですね、それか、この前、だいぶ前ダイソーさんで買ってたこのカバンの持ち手を、ジュートでこう編んでこうショルダーにしようかなとも思うんですけれども、どう思いますかね。ちょっと一回やってみようかなと思うんですけれども、これなんですけれども、だいぶ前に買ったので今ちょっと見てないから分かんないんですけど、これごついんですよね。ちょっとごついんですけれども、ちょうどこう肩からかけられるんじゃないかなとか思って、これを4号針しか入らないので、これでジュートでねこう編んでいこうかなと思うんですけれども、うまくいくかな。ギュッとして引っ張って編みくるみながら、ちょっと声がちっちゃくなりますけどめっちゃ自信がないから声がちっちゃくなるんですけれども、一つの穴に二つずつぐらい入れて、四号針なので細いから、編みくるみながらですね、一つのこのチェーンの穴に二つずつぐらい入れます。すごくしにくいですけれども、別にこんなのしなくていいんですけどね、ちょっとやってみようかなと思ってやっています。これに2つずつ、とりあえず、すごくやりにくい。ここね。ただこの穴に2目ずつ細編みを入れるだけなんですけど、非常に編みにくいんですけど。ここね、こうやって
編みくるみながら2目ずつ入れていこうかなと思います。1目じゃちょっとあれかなと思って2目ずつ入れようかなと、2目ずつ入れてちょっと編んでいってみますね。こんな感じで、はい、まだ途中ですけれども、これ3号針に変えてした方が全然いいかなと思って3号針に変えました。ごめんなさい、なんかコロ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 変わっちゃって。でも1つの穴に2目ずつ細編みを入れていっています。少しこう長めに引き出してですね、1つの穴にこの3号針があるのを忘れてて、多分これセリアさんかダイソーさんで買ったものだと思うんですけど、3号と4号がついている分、両方使える分なんですけれども、これ3号針でずっとね最後まで編んでいきます。今こんな感じになっています。はい、最後のところまで2目ずつ入れてきたので、この輪っかに一番最後のこの輪っか、ここに通して、よいしょ、一度鎖をしてから引き抜こうと思います。そして糸始末をね、こうこの中に、あ、ごめんなさい、また動かしたけど、これを針でまた糸始末をしていきたいと思います。これをね、糸を通して この中にぐーっと隠していきます。はい、ショルダー紐をちょっと編みくるんできました。こんな感じですね。そしたら、今度はこのダイソーさんで買った、ダイソーって書いてますよね、本当。コメントでね、ダイソーさんは絶対名前書いてますよって教えてくれた方がいて、本当だなと思って。ダイソーさんのこの D カンを2つつけたいと思います。はい、D カン2つとできました。そしたら、これはちょっと置いといて、これをギュッとしてですね、どこら辺がいいかな、絞る下の方につけようかな、ここら辺、この紐がこう出てるこの下の部分にミルフィムのあたりですかね、ここら辺につけようかなと思います。こういう感じで、どうしようかな、上の方でもいいけど、ここがギュッて絞るところなので、そうですね、少しこの紐の上の方につけますね。この上のこの紐が出ているこの紐と紐の間、この紐をあれしないように、そうしないとギュッてならないので、ギュッて絞れないので、この紐とこの紐は一緒に縫い付けないようにして、この上の方ですね、ここら辺にこういう感じで置いて、ジュートで、同じジュートでこう縫い付けていきますね。少しこう残して、また後で糸始末をします。きっちり、結構きっちり縫い付けた方がいいですね。このショルダーチェーンが結構重いので、ギュッとね、ここは縫い付けていきたいと思います。もう両方ですね、飛ばしますけれども、ここ端から端まで縫い付けて糸始末をしていきます。結構こう縫い付けてもあまり目立たないと思いますので、響かないと思うので、響かないというか、目にね、そんなに汚く見えないと思うので、ここは結構しっかりめに、これも後で後ろに隠してしますので、しっかりめにぐるぐる縫い付けていって、縫い付けていってですね、こうギュッとね、ここまで縫い付けていって、こういう感じで、こういう感じにしてつけたいと思います。とりあえず両方つけていきます。はい、こんな感じで結構ぐるぐる巻きにしてきました。そしてこれね、向こう側に通して糸始末をしたいんですけれども、こっちにね、こうグッグググイグイと糸始末して、これも裏側に通して省きますけれども、これも
針でね、向こう側にやって、で、この中にこう入れて隠していきます。で、結果こういう風な感じで、上に上げて上げて、ここにつけるって感じになりますけれども、両方ね、していきたいと思います。はい、こことですね、ここ、つけて、この持ち手じゃない、ハンドルをつけてきま、ハンドルっていうか、このチェーンをですね、つけてきました。で、中に、この間買った、これストーンでしたっけ糸2つ入れてるんですけれども、これ入れてキュッとして、かわいいですよ。かわいい巾着バッグができました。巾着バッグというか、まあ、何にしてもいいと思うんですけれども、ね、かわいくないですかこれ。なんか、ちょっと渋いですけれども、せっかくね、このネイルフィルムのこの色、これがすごくね、その時は目に入ったんですよね。で、このジュートも入ったんで、一応合わせようかなと思って、買ってきたんですけれども、こういう感じの巾着バッグになりました。ここが、内布とかついてないので、やっぱりこう伸びる感じはありますけれども、ね、伸びる感じはあるけど、でもすごくね、可愛いんじゃないかなと思います。サイズをね、測ってみたいんですけれども、サイズは、もうちょっとまた長くなっちゃったんですけど、これ外してみて、長財布とかは入ると思うんですけど、まあこういうの持っていかないかなとかも思うけど、何かね、ちょっと入れるのにいいんじゃないかなと思って作ってみました。楕円の底がですね、大体ですけれども、23センチ×12センチですね、の楕円底で、一応まあこんな感じになるんですけれども、深さが、まあここら辺がこう巾着部分になるので、深さが7センチか8センチ。でもここがこう伸びますからね。伸びるっていうかこう、楕円の底を使えばよかったんですけれども、もう普通にこのジュートを買ってたので、このジュートで編んだので、ここがもし100均さんの底とか、そういうの使ってたら伸びないと思います。で、幅が、参考にして、ここがですね、少し締まってるんですよね。このシェル編みしたところと、この模様編みと模様編み、この、変わりコマ編みしたところの、この、ここがですね、少し締まってるんですけど、キュッてなってるんですけれども、それで巾着にしようと思ったんですよね。絞った時に可愛かったので、幅がその一番こう細いところで23センチあります。で、これこうキュッと絞ったら、こんな感じのね、こんな感じの、ちょっと渋いというか、ここもね、ちょっと編みくるんでみましたけれども、ジュートで編んだので、ちょっとケバケバっとした糸がこう出ちゃってるところがありますけれども、まあ一応こんな感じで、ちょっと物をね、入れてから終わろうと思うんですけれども。はい、少し高くしてね、全体が見えるようにしましたけれども、中に、大玉の200円商品の、この間買ったですね、もう名前忘れた。ストーンでしたっけ？なんかさっきお見せした、あれを2玉入れています。で、こんな感じのね、巾着バッグ。巾着ショルダーになりました。ショルダーっていうか肩からしかかけれないぐらいの長さですけれども、これですね。この持ち手チェーン。カバンの持ち手チェーンですね。これだいたい2つつけて60センチなので、こう2つつけて、使うのもいいんじゃないかなとか思うんですけれども、2つね、こうつけて肩からこうかける感じのバッグの持ちチェーンになるとも思うんですけれども、これを使って、ジュートで編みくるんでというか編んで、これを作りました。で、このジュートなんですけれども、クラフトジュート、これ5玉買ってたんですけれども、1玉とね、ちょっとこのくらい残っちゃいました。中途半端にまた残ったけど、またどうしよう。中途半端に残りました。でも、使い切りでってなんかいうのも、やっぱり形とかが、ね、好きな形とかがあるので、あんまり長くなったりとかするのもあんまり嫌だったので、もうこれは残しておきます。で、また何かの時にね、使いたいと思います。
で、ミルフィムは、3玉あったんですけれども、もうこのくらいしか残ってないので、ね、1玉がこのくらいしか残ってないので、ね、3玉使って一応作りました。だから、この間買った、多分前のすぐ前の動画になると思うんですけれども、購入品紹介したクラフトジュートと、それからミルフィムのこのちょっと渋い、普段だったらちょっと買わない色だと思うんですけれども、これをね買ったので、早速ね使ってみました。ここら辺ね、なんか知らんけどこうブクブクってなってて、なんでなったかはちょっとわかんないんですけど、メスは全部72目でしてるんですけど、模様編みによってね、やっぱりこう幅とかが違ってくるのかなと思ったんですけれども、こうやって絞ったりしたらすごく可愛かったので絞ってみました。本当はね、まっすぐしたバッグを作ろうと思ってたんですけど、なんかね、編んでるうちにこうキュッてなったりしてたので、あ、これってなんかまっすぐするバッグじゃちょっと形がおかしいなと思って、急遽巾着ショルダーにしてみました。でもね、絞った感じすごく可愛いので、もしよかったら作ってみてください。この中に100均のですね、巾着とかなんか入れて、どうなんだろう、伸びないようにするとか、それか底をですね、底板を使うとかなしたら、下は伸びないと思います。とりあえず72目で作ってみました。このシェル模様の模様編みが8目1模様なので、ハック72なのでできたので、あとはもうそんなに3の倍数とかじゃないですか。3の倍数とかでしたので、ここら辺ね、3の倍数とかでしたので、ここも。なので、72だからね、3の倍数でできたので、ちょうどね、良かったなと思います。あんまり考えてなかったんですけれども、とりあえず72目っていうのは編みやすい目数ですよね。と私は思います。今日も長くなったと思いますけれども、すごくね、好きな形で、できたと思います。これがもっとしっかりしてたらすごくね、もっともっとなんかこう、おすすめしたい感じなんですけど、やっぱり底板とか使ったら、内布をつけないので、底板とかを使ったら伸びないからいいなと、今回編んでね、感じました。でも、なんかね、ちょっとしたことに使っていきたいとは思います。なので、もしよかったらですね、この通りじゃなくていいので、こういう形も可愛いんですので、どこかね、一つでも、一箇所でも、参考にしていただけたら嬉しいです。今日も多分な、もう本当また長くなってると思いますけれども、最後までお付き合いありがとうございました。またね、ストーンも編みたいし、ミルフィムの残りも編みたいし、いろいろあります。まだデザイン案とかもまだあるので、編んでいきたいと思いますので、次の動画もまたね、ぜひ遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。